一週間の地震についてお伝えする週間地震情報ですまずこちらの図をご覧くださいこちらは今日の午前10時までの1週間に発生した震度1以上の震源をプロットしたものになりますこの1週間ですけれども日本列島では震度3以上の地震が3回発生をしましたこの前の週までが大変地震活動が活発でしたので回数の方はかなり減ったといった状況となっています そのうちこちらが震度4を観測した地震です19日の朝に発生しました文後水道震源とするマグニチュード4.5震源の深さ46キロの地震で愛媛県の伊方町で震度4宇和島市や八幡浜市、西予市、すくも市などで震度3の揺れを観測しましたこの文後水道ですけれどもいわゆる南海トラフ巨大地震の想定震源域というものに入っているんですけれどもこの 今回のこの地震の震源についてはいわゆるプレート境界という部分に比べて少し深い場所で起きたものとなります想定されるメカニズム南海トラフ巨大地震のメカニズムとも違っておりましてプレート内部で発生した地震というふうになります一方で,ですねこの豊後水道のあたりではもともと地震活動が活発でして周辺を含めますと2017年にマグニチュード5.0で 震度強1968年にはマグニチュード6.6震度5の地震が起きておりまして南海トラフ巨大地震と違うタイプであっても油断はできないエリアということが言えます。 そして海外の地震ですねこちらが USGS= アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源をプロットしたものになりますこの期間ですけれどもマグニチュード6以上の地震は4回発生をしましたで最も大きなものはこちらです 日本時間の5月19日の昼頃に発生したマグニチュード7.7の地震です。震源は南太平洋ロイヤリティ諸島の南東方を震源とする地震でして、まあ、深さが18キロと比較的浅いところで発生したことで津波も起きております。バナーツの丹那島では最大61センチの津波を観測しました。また翌日ですね。 日本時間の20日11時前にはマグニチュード7.1の地震もありました、まあ、余震の一つというふうになります。えーこの ロイヤリティ諸島の近海ですけれども太平洋プレートとオーストラリアプレートが複雑に入り組んでおります大変地震の多いエリアとなりますこの辺りで浅い場所で地震が起きた場合は規模によっては日本まで津波が到達するケースもありますので海外の地震とはいえ注意を要するエリアということが言えます最新,情報最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます